トカ,式カツオの「トカチャンネル」歴代チャンピオンのここがすごいっていうことで今回もすすごいですもうなかなかこの記録に達成す,、ね、する人はなかなか難しい,い,い、ね、これから出んのかなという心配ですけども、えー、山中選手ね神の左すごいですよ本当に左ストレートが強くてねバタバタと倒したという。 もうサウスポーはもちろんあの左のストレートはねカウンターで大体当たりますからあのそんな馬力がなくても倒せるカウンターでねでもその打ち方がよければもうさらにえカウンターじゃなくてももちろん倒せるというねまあ山中選手の場合はえまあアマチュアで全国で2位になってるのかなまあそれはボクシングとしては才能ありますよ。でもプロとししてデビューした頃はそんな 光ったものはそこまでなかったみたみいでですね、えー、でもやはりこう研究して、えー、いろんなことを勉強して、えー、徐々に徐々にそのお力を発揮してきたあとトレーナーとやっぱりトレーナーって大事なんですねトレーナーとうまく合うか合わないかでこれだいぶ違うんですよね。えー、それで合わなくてやめていった人も大勢いると思いますけどもこれはぴったしあったんですね。 ものすごいその繊細に考えてくれるトレーナーでえー山中選手の気持ちを読み取ってこうしようああしようというだから山中選手も「あじゃあありがとうございますその気持ちが分かるんであじゃあ分かりましたこうしましょう愛しましょう」ってうまくお互いに向上してきたとそのトレーナーもや,やはり素晴らしいですよね。えーまあ、ジムによっては 世界チャンピオンになったその人ののがもし自分をやったとしたらその人に合わせたボクシングを指すというのもありますまあそれでフルにかけていいのが出てくれば確かにそのね才能が似てれば世界チャンピオンになりますでもその才能に合ってなければみんなダメになっていきますよね、えー、まあ、他のジムではそのこの選手はこういうタイプだからこのボクシング君はこの 正確だかかかからこののタイプとか、まあ、その人によって決めるあのジムもありりまますどれがいいかは分かりません世界チャンピオンを出せばいいっていうそれを考えている自分ならば出せばいいんですからただ、えー、その人たちせっかく来た、えー、世界チャンピオンになりたいという思いで来た人たちを生かすにはそれぞれのタイプのボクシングを教えればその人たちも伸びるしまあ 面白いボクシング人生生活青春を送れると思いますけども、えー、まあこれはまああとはそうですねいかに繊細に、えー、一生懸命ボクシングのことを考える「よし俺は練習したんだすげえやったんだすごくやったんだ誰にも負けない練習やった」って言うけども家帰って酒飲んだり遊びに行ったり。 えー、栄養あるもん以外に好きなもんばっかり例えばラーメン食べたり、えーね、お菓子ばっかり食べたりという生活ならばやはり強くならないしプラスにしていいいく努力っていうののはもすすごい大事なんですよ同じ努力してもやったらいいんじゃなしにプラスになる努力をしていくと違うやはりこの山中選手の場合はトレーナーも一生懸命勉強してくれた。ね で山中選手もそのトレーナーの言うことがよく分かって一生懸命勉強した、えー、そこに才能がどん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 ある才能を大きくするのは努力なんですよある才能だけで戦ってきたら日本チャンピオンぐらいで終わってしまうんですやはりその才能をどん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 大きくしていくのは努力この努力で大きくした才能がやはり山中選手にあった、えー、そういう意味ではデビューから23年 してから、グッと競泳率が増えて連勝記録も増えましたよね。この三年間にいかにお互いがプラスの努力をしてきたか、悪いところを削っていいところを伸ばしてきたのか、まあそこはわかりませんけれども、まあプラスになる努力をした。ね、急に変わりましたよね。もう連続競泳でバババババババたがってきて、そして世界タイトルもね、十二回連続ボヤ。 あと1回で具志検査に並ぶとこですよまあこの辺はみんな具志検さんのファンもいるし新しく世界記録を作ってほしいという人も見ててもうヒヤヒヤしながら見てたと思うんですけどももう確実にね13回は行くだろうと思ってたんですけども何社会戦はどこに波乱があるか分かりませんよね、えー、やはり強いのが出てきます。たただ、えー、山中選手の場合は実力で負けたっていう 勘はあまりないですよねあの才能を生かしきれなかったんじゃなしにもう一番,の一番の実力から峠を越したあたりでぶち当たってるっていうところにあの世界の記録は12回で止まったんですけどもあれはもう少し、えー、早い時期であったならば。 もう少し伸びたと思いますね世界記録も作ったぐらいになったと思うんですけども、まあ、体をやはり高校大学とボクシングやってねでプロでも体を使いすぎたり、まあ、前にも言ったように日本人はすすすごい努力するんですよあ海外の選手が本当に12時間でねあの内容濃い練習してパッと上がる日本人は違うバンバンやるって45時間もぶんまやる。 ね、走んのもバンバンやるだから早く体壊れるんですよねで太るからっていってそんなに栄養をあんまり入れない今みたいにあの、まあね、あの栄養剤とかいろいろありますけどもとにかく体を酷使するそういう人がみんな日本では世界チャンピオンになってますからそういう意味では早く体がダメになる具志堅用子さんでさえ13回になった、ね。山中選手がが回で体が やはししてもおかしくはないその時にたまたまネイル選手と当たったそして、ね、実力あるネイル選手も体重オーバーで戦ったこれは不利ですよ。投げを起こしてる上にこっちは体重オーバーで来てる、まあ、そういうイライラもあったと思うんですよねまあそういうのでまあ投げを起こしたところで負けたまあもったいないですよね。あまあ 研究心とあの誠実なあ真面目な生き方だから、まあ、第二の人生は成功すすると思いますやはりトランプラーにして才能だけでもしもチャンピオンになったとしたらチャンンまあ努力もするだろうけどもいい加減な生活しながら人に嫌われながらやってる人は社会チャンピオンになって引退した後ガラガラガラっと来る。 人生を送りますよねよくあるんですよ世界チャンピオンでもわあすごいチャンピオンになったでもすげえ派手にすごく派手に生活してたとか悪いことしてた引退したらダダダダダダダってそういう意味では本当に真面目にやってきた人なんで研究も熱心でねトレーナーともぴったし息があって素晴らしいやっぱりジムで素晴らしいトレーナーにあって世界取れた。 まあ、本当に絵に描いたたよようなボクサーだったんですよね、まあ、昔の不良上がりのボクサーも多かったですけども、えー、そうじゃないし一生懸命真面目にボクシングを研究してきた、まあ、それでも世界チャンンピオになれるんですよあのいかに才能を磨いていくそしてトレーナーが言ってくれたことを信じて一生懸命やれるっていうのはこれは一番強いですよ。いくら教えても あのトレーナーの言うことが聞けなかったらやはり強くならないとにかく信じ込んでその人のために教えてるんだからそれは一生懸命やるという僕らももう何言われようが何しようがこの人を信じてってやってきましたからだから良かったと思うんですよね。とにかくこの人と一緒にやろうと思ったら一生懸命やることが大事だと思います。はい、あとと面白いエピソードとしては えー、山中選手のトレーナーが持ってたいつもミットを持ってた位置が当たる位置がいつもこの顎の顎のこのちょっと端に当たるような形で残ってるんですよね。これはちょっと面白いですよねミットはこのど真ん中を打ち抜くのがあれですけどもうまくこの急所というか一番効きそうなところに当たるわけですよ。 これが。あの、神の左の、ね、ポイントだったかもしれませんね。まあ、この教え方は面白いと思います。僕らはも常に真ん中って、具志堅さんのとかも真ん中打ってきましたから。でも、彼のピンポイントとしては、この顎の。ね、この発症を狙ったっていう。まあ、僕さんは、顎の先端を打つと、顎の先端、要するに。顎を打つと、脳が揺れやすい。 ここならガーンっていうこの揺れ方が大きい横ならガーンっていうので揺れ方が大きいそういうので脳に浸透が来るんですよねそういう意味ではこのこう横から来るのとまっすぐ来るのとどっちにも効くようなパターンで当たってくるまあ確かに左ストレートがここに当たるならちょうど拳が当たる位置でガーンこの2つの一番効く拳が当たる位置で当たりますよね。 ここを研究したんですねこれは現役の選手も研究してくださいこれはいいポイントですよこれ見なかった人は一生後悔しますよこれ山中選手にの教えてくれた技ですねまあ山中選手はね、日本でいう第2番目の世界防衛記録を作った選手いかに研究熱心だったか分かります えー、これはですね最初の頃はまあいや超えんのかなえー、えるんえー、っていう心配どっかに心配はあったかもしれませんが今となっては、まあ、多分具志堅さんももう私の記録を超えなきゃさあの僕圏界は伸びていかないよこんな時代変わってんだから超えてみろよ超えてくれよっていう希望を持ってると思うんですね。だから僕もそろそろろ 本当に塗り替えていいかないと日本の牧師雲海が伸びてないっていうことですから伸びる意味でも伸びた意味でも、まあ、あれから何十年も経つんですから研究もされてるんですからやっぱり超えてほしいですよね具志堅さんもそう思ってると思います。